抓紧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 抓还是吗？带着也
我站在那里给我摘下等给我说等一下。Hello.
Thank you.
してるみたいだね。そこでこうパラ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 パ
冬休み期間に水族館体験スクール、もっと知りたいダーウィン教室を開催いたします。水族館の様々な生き物をテーマに、観察やバックヤードでの作業などを行う体験いっぱいのイベントです。開催スケジュールや応募方法については館内に置いてあるチラシをご覧ください。たくさんのご応募をお待ちしております。引き続きご案内いたします。当館では現在、館内で来館者の方に生き物などの紹介をするボランティアを募集しています。詳しくは館内に置いてあるチラシをご覧ください。スタジアムのお客様にお知らせいたします。プールに近いお席はこの後のトレーニングで大量の海水がかかることがあります。ご注意ください。合わせて後ろの方もご迷惑となりますので、先の公開トレーニング中に通路やお席で立たないようご協力をお願いいたします。またこちらのスタジアムは時折強い風が吹くことがあります。お手持ちのパンフレットやビニールがプールに飛ばないようお気をつけください。それでは、シャチの公開トレーニング開始のお時間まで、今しばらくお待ちください。
と名古屋港水族館生まれのシャチで、現在5歳のクリスマシャチです。さあ、そして今真ん中に、失礼しました、一番左側に移動していたシャチですね、お腹を上に向けて胸びれを振っているシャチです。こちらのシャチは名前をアースと言います。アースは現在9歳のオスのシャチです。そして一番右側にいるシャチはリンのお母さんのシャチです。さあ、シャチたち早速いろいろな種目に挑戦しています。まずはアースがプールの中をぐるっと泳ぐ種目に挑戦です。さあ、勢いをつけてトレーナーの前までゴールです。とっても大きな波が当たっていました。さあ、今度はリンとアースがある種目に挑戦です。さあ、ブンブンとプールの反対側の泳ぎに泳いでいって、水中カメラマンの前で顔のドアップを披露です。さあ、リンもアースも到着しました。さあ、顔が映りすぎてほとんど画面が真っ黒になっちゃいました。あ、モニターでわかるのか。ぐるっと丸のビーチなんですよ。さあ、続いて